在日本朝鮮人総連合会。在日本朝鮮人総連合会は、朝鮮民主主義人民共和国を支持する在日朝鮮人のうち主体思想を指導的指針としてすべての活動、運動を展開しているとする人々で構成される団体。1945年、昭和20年結成の在日朝鮮人連盟が GHQ によって、 暴力主義的団体として解散させられた後、新たに設立された在日朝鮮統一民主戦線を経て1955年に設立。略称は朝鮮総連、朝鮮総連、朝鮮朝長日本で一般にこの名称で呼ばれることが多い。報道などでは朝鮮総連とも表記される。最高責任者は2012年より巨層マン中央常任委員会議長が務める。 法人格がない、権利能力な記者団。朝鮮総連中央議長をはじめとする数名の幹部は北朝鮮の大議員、国会議員を兼任している。過去に複数の元構成員が土大臣となって北朝鮮問題に関与し、祖国防衛隊事件や文成功事件を引き起こした歴史的経緯から公安調査庁から破壊活動防止法に基づく調査対象団体に、 指定されている。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮の在日本公民団体と自称2013年以降は同国を支配する朝鮮労働党に所属する諜報機関の統一戦線部の参加の第225部旧対外連絡部の指導を受ける。1955年2月の日朝国交正常化を求める南日声明と 従来の指導機関である日本共産党の路線転換に伴い在日朝鮮人運動が再編を迫られる中、同年5月25日から26日に浅草公会堂において決大会が開催された。結成当初は日本に滞留している朝鮮籍朝鮮人を対象とした民族学校の運営や朝鮮籍朝鮮人経営者に対する融資を行うなど、 一種の互助組織として機能していたが、発足当初から社会主義を支持し、その後冷戦期社会主義陣営を支持する団体としての性格を明確にした。こういったことから、日本政府や警察などの治安機関との緊張関係を生み出す要因となった。東京都に中央本部を置き、すべての都道府県に本部が設けられ、各地に支部組織がある。 中央本部の所在地は東京都千代田区富士見二丁目。周辺には靖国神社の優秀館、法政大学、市ヶ谷キャンパス、衆議院球団議員宿舎がある。警視庁は中央本部の警備を厳重に行っている。北朝鮮法の上では、朝鮮総連の構成員は、朝鮮民主主義人民共和国公民であると思われるが、 そのうち北朝鮮の国籍を有する者の,の実数は分かっていない。日本では国家承認されていない同国の国籍は認められていない。朝鮮総連の構成員は日本の法律上朝鮮籍にあたる人が多く、また韓国籍や日本籍である人もいるが、その大半は地理的には今の韓国出身であり、北朝鮮とは遅延。 血縁を持たない者によって構成されている。北朝鮮政府は事実上在日の自国民に、対しては二重国籍を認めているものと考えられる。2015年現在、巨相万議長をはじめとする、総連関係者5人が最高人民会議大議員、国会議員となっている。朝鮮総連出身者には在日本大官民、国民団の団長になった例もあり、在日韓国、 朝鮮人社会で大きな影響力を持っている。韓国籍は朝鮮籍と比べるとビザなしで行ける国が多い。2019年時点で韓国旅券の189カ国に対して北朝鮮旅券は42カ国こと等を理由に切り替える人間が多い。しかし韓国籍に切り替えた場合朝鮮総連のメンバーは韓国政府から国家保安法により 予見の取り上げや韓国空港で拘束される場合、モリウル、スイタ事件を弱気した団体であり、破壊活動防止法上の、過去に、暴力主義的破壊活動を行い、将来もその恐れのある団体に指定されていることから、現在も日本共産党や過激各派、右翼団体と並んで、公安庁社長の調査対象団体となっている。2016年に、会員の人数は、 約7万人であることを明らかにした。これまで人数を具体的に明らかにされたことはなかった。朝鮮総連ねと、その関連施設は、ビザやパスポート発行代理業務を行うなど、北朝鮮の行政窓口機能があるとの名目で、外交機関に準ずる機関または、公民館的施設として扱われ、各地方自治体により、固定資産税や都市計画税の課税減免措置が取られていた。 しかし、2002年、平成14年9月の小泉純一郎首相、当時法庁で北朝鮮が拉致問題への関与を認めたことを境に、国内の朝鮮総連関連施設への優遇措置が見直されるようになった。また2007年、平成19年11月に最高裁判所で、朝鮮総連の活動に公益性はなく税の減免措置は違法であるとする判決が確定したため、 各自治体で減免措置の撤廃が急速に進んだ。そしてようやく2015年、平成27年度に朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置を行う自治体が初めて一つもなくなった。朝鮮総連ね創立以前に在日朝鮮人が日本共産党で活動していたこともあって、日本共産党との関係が深かったが、 1970年代中盤からは日本社会党に接近し、両党は友好関係を築いた。日本社会党左派を継承した、社会民主党とは引き続き友好関係にある、社会党出身の民主党議員へ政治献金を行っていたことも判明している。2010年、平成22年6月12日、朝鮮総連が、 朝鮮学校の生徒の父母らに対し、文部科学省に朝鮮学校への高校授業料無償化の適用を要請する電話構成をかけるようノルマを課していたこと、また同時に複数の日本人になりすまして電話回数を稼ぐよう指示していたことが内部文書から判明した。産経新聞は、総連の無償化運動がモラルを著しく逸脱し、北朝鮮同様に統制された。 組織動員の下で展開していた実態が明らかになったと評している。この問題に付随して土大臣による朝鮮学校問題に係る在日スパイ被疑事件が発覚し警察による捜査が行われた。2013年以降は朝鮮労働党統一戦線部の参加の第225部旧対外連絡部の指導を受けて活動している。同国に対する町銀信用組合の 不正送金には朝鮮総連官係者の関与が疑われ、北朝鮮による日本人拉致問題の追及も進む中、拉致事件をはじめとする日本国内における同国の非合法活動、スパイ、不正送金、麻薬、拳銃売買等にも数多くの朝鮮総連官係者が深く関与していたと言われている。これらの犯罪行為に対する責任追及について、朝鮮総連は、 悪質なデマと主張し、朝鮮総連官係の施設に強制捜査が行われるごとに在日朝鮮人の権利を侵害するとして激しい抗議行動を繰り返してきた。また、批判記事を書いた、報道機関に職員が多数抗議に押しかけたり、北朝鮮に批判的な団体の集会を職員らが暴力的に防した、例、リード、救え。北朝鮮の民衆緊急行動ネットワーク。 ウェブサイトより、などがある。1972年、昭和47年に、当時の美濃部良吉東京都知事が、外交機関に準ずる機関として認定して以来、多くの自治体が、朝鮮総連ねの施設を事実上の外交機関や、公共施設に準ずるものとみなして、固定資産税や不動産取得税の減免措置を、行ってきた。これは、 日朝両国が国交を正常化した時に朝鮮大使館として使われるであろうとの指摘があったためとされていた。また防衛庁、現、防衛省からのミサイルデータの流出に関与した疑いがあると報じられた。朝鮮総連ね側はこれを受けて事実を歪めた報道としている。2017年8月北朝鮮による大陸間弾道ミサイル。 火星14の打ち上げ成功を祝福し、我々の胸には今、我々の運命であり、未来である、金正恩委員長への熱い感謝の情が限りなく、込み上げいる、総連と在日同胞は、我が国の尊厳と生存権を抹殺しようと、襲いかかる米国と、その追随勢力が白旗を掲げて幸福書を捧げる、時まで息づく間もない強打を加えながら、 必ず最後の勝利を収めるため失踪する無敵の白頭三強国の海外公民としてのこの上ない光栄を抱いて祖国と息遣いも歩幅も共にすると主張した。朝鮮総ねは北朝鮮の韓国への対岸工作に協力しているとされている。1974年昭和49年8月15日日本からの解放記念日である幸福節の祝願行事を ソウルの国立劇場で開催中、当時の大韓民国大統領、僕正紀の妻、陸英秀が在日韓国人の文政公、文公安、に射殺された文政公事件。文の目的は僕大統領の暗殺だったが、韓国の警察による捜査によれば、朝鮮総連の関与が明白であるとされた。これは石化統一を目指した文が、朝鮮総連の支援を受けながら、 大阪府大阪市中央区の高津派出所から拳銃を窃盗したり、韓国への偽造ビザや偽造パスポートを作成したとされたためである。この韓国側の主張に対して日本政府が朝鮮総連の関与を否定したため、韓国内では反日感情が高まり日韓関係は国交正常化後最悪の状態に陥った。 日本がこのような態度に出たのは中華人民共和国との国交正常化から日が浅かったため朝鮮総連を刺激したくなかったのではないかとされているが実際にはこの時期の中朝関係は文化大革命の響きで冷却化しており真偽は不明である。なお、法の娘である牧金恵が北朝鮮を訪問した蔡金正日総書記が 北朝鮮の関与を認めて謝罪したため、朝鮮総面が、牧世紀大統領暗殺の工作に関与していた、少佐とされている。北朝鮮本国ではたびたび記念日手に、登場している。1965年、昭和40年4月27日には、総面結成10周年の記念日程が発行され、背景に総面ビルを廃止。 日韓基本条約締結反対運動をする、群衆が描かれなどしている。また、北朝鮮優勢当局は1970年、1975年、1985年、2005年にも、そうラネビルを描いた切手を発行している。1950年代から1980年代に、かけ、朝鮮総連は北朝鮮を、地上の楽園などと宣伝し、 在日朝鮮人とその家族の多くを永住帰国、移住させた。1959年、昭和34年には、韓国の工作員によって、妨害爆破テロや朝鮮総連幹部へのテロ未遂事件が起きた、日赤爆破未遂事件。これが原因となり、2000年代に入り脱北者を中心に、相次いで朝鮮連に対し訴訟が行われている。2008年、 平成20年6月には日本在住の脱北女性が朝鮮総連を相手に大阪地裁に訴訟を起こし、原告女性によると朝鮮総連の北朝鮮は地上の楽園などという嘘の宣伝により北朝鮮へ帰還たが実際は過酷な労働を強いられ拷問され差別され囚人や奴隷と変わらない生活を強いられ朝鮮総連は人を騙し組織的に誘拐した。 人権と自由を無差別に奪った悪魔みたいな団体だ。私一人の問題ではない。今も強制収容所の中で必死で生き延びようとしている人がいると訴えた。この訴えに対し、朝鮮総連は、同胞社会と日朝関係に害を与える以外の何者でもないと主張した。期間事業50周年を記念して、北朝鮮と総連は共同で制作した映画。 東海の歌、二部構成が2009年、平成21年12月から北朝鮮で公開された。映画は、主人公のモデルとなった、ハン・ト前議長をはじめとする総連の第一世代の活動から、在日朝鮮人が、異国の地で、愛国を胸に人生を歩む契機となった、近日生の路線転換方針、1952年、と総連の決、 教育援助費と奨学金による民族教育の発展と帰国実現までの1940から50年代の在日朝鮮人運動の主な出来事を描いた。反徳主前議長が近日成に長愛されるに至った北朝鮮ではあまり知られていい具体的な業績や生涯、在日朝鮮人の活動について広報するものともなっている。2008年。 平成20年8月、韓国で脱北者に偽装した女性スパイが逮捕される事件が発生した。韓国検察の起訴状によれば、このスパイは韓国軍の将兵に対して性的な関係を結んで機密情報へハニートラップを行っていた。また、日本でも情報収集活動を行っていたことが判明しており、2007年、 平成19年6月から2008年、平成20年5月まで3回にわたって来日し、長い時には2ヶ月以上滞在している。基礎上には日本における協力者として、朝鮮総連の参加団体の幹部と同盟の人物と、社長という肩書きを持つ大阪在住の人物の2人が基礎上に実名で記されている。基礎上に読み上げられた参加団体の幹部は、 朝鮮総連の関係団体の幹部で、同じ名前は自分しかいないとした上で、元被告と会ったこともないし、聞いたこともない。保衛部にも知り合いはおらず、全く関係がない。勝手に名前を使われたのだろうと関与を否定している。中央本部、東京都千代田区不死身の土地と建物が、元不動産会社社長の三井忠田の仲介により、2007年、 平成19年5月31日に元公安調査庁長,長官小形茂武が代表取締役を務めるハーベスト投資門株式会社に売却されていたことが判明した。また仲介者とされる三井には朝鮮総連側から手数料などの名目で4億9000万円が渡っていた。中央本部の建物、地上10階。 地下2階の鉄骨鉄筋コンクリート作り。延べ床面積約1万1700平方メートルと土地約2390平方メートルは40億円を超えるとみられている。売却代金は35億円取れていた。東京地検特捜部は当初、朝鮮総連が整理改修機構から提起されていた訴訟に敗訴した場合に予想される。差し押さえから逃れるために、脱法。 違法行為を行う意図があったとして、電磁的交渉書原本不実記録等の容疑で捜査していた。捜査の結果、朝鮮総連ねが所有権の売却上と後も引き続き、賃貸物件として使用を認めてもらえる売却先を探していたことが判明したため、実際には朝鮮総連ね側は被害者であったとして、小方と三井が資金調達のめどが立っていないにもかかわらず、 土地と建物と手数料を騙し取ろうとしていたとして、2007年、平成19年6月28日に、詐欺容疑で逮捕された。なお手数料として詐取した金銭のうち半分しか、返却されていないと報道された。2013年、競売にかけられ、宗教法人蔡福寺が落札したものの、後に辞退をして、続いて、 モンゴルの企業が落札したが、裁判所から認められずに平行線をたどった。2014年、丸中ホールディングスが落札したが、2015年1月22日になり、山形県に本社があるグリーンフォーリストに転売する方向であることが分かり、立ち退きが避けられる見通しとなった。現在、朝鮮総貫の本部機能は、朝鮮出版会館、コリアブックセンターや、 同法法律、生活センターへと移転しつつある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。